うっす。もういいや、歩いていこう。てか別に金太郎の村に支援していくのとこっちから歩いていくの大して変わんねえよ。そんな大差ねえよ。頼むぞ。何を頼んでんだ俺は。てかもうここから劇的に強くなる方法はないんだけど。ないよなもう。え、俺順番間違えてるこれ。特に何の疑問もなくあのさ白虎とか出てくるところに俺は襲撃したけどさ、俺順番間違えてる説あるんだよね。チョロの出現率だ、登場率高えよお前。大体全般にわたって出てきてるよね。登場率高えよお前。死んでくれ、もう稲妻打ち込むべきだった。心の数をくれ、心の数をくれと言っとるんだ俺は。なんで心の数をくれねえんだよ。ジン、塗り壁の心もとなさ、壁感ゼロだなこいつ。全然体力もねえし。なんだ、桃太郎は潰された。しかもなんか今特別な音がしたな、あれって。だけど4、何がしたいんだあんた。さあそろ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 な、透明になった馬鬼が襲いかかってくるからな、気をつけろ。本当にいきなり襲ってくるぞ。ガンツが送り込んできてるから馬鬼を。ガンツの政治って言ったけど、ガンツが送り込んできた馬鬼で、透明になってそこら辺に待機してるからマジで気をつけろ。金の鬼、そういやさ、今まで村を支配してたやつって銀の鬼とか金の鬼でパールの鬼だったから、次はまた別のやつが出てくるのかな。でもパールの次ってなんだよ。てか金からパールでもうちょっと悪ふざけの方向に行っちゃってるから次は何だろう。次は戻してほしい。普通にプラチナの鬼でもいいから。プラチナ、金の上、だいたいゲームのにおける金の上がプラチナなんだよ。本当に硬いのか知らん。プラチナが何なのか知ってる人そんなにいないと思う。とりあえず金の上がプラチナになってる。だいたいそうだから。プラチナが本当に硬いのか分からない。かった気をつけろ、こいつはマジやばい。六角だ。まあ金持ってるからいいや。とにかくね、強くてもいいから心の数持っとけ。それだけで俺から言えることで、六角でワンパンする。ダチ、なんだ刀をどうした桃太郎が。お、はいはいはい、分かった分かった、持ち直すのね。あ、なんだよ。あ、もうこの試合中ずっとってこと。逃げるわじゃん。おい、なんでこんな逃げられねえんだ。え、4回連続4逃げ。あ、よかったよかったよかった。やっぱこの金棒のせいなのかもしれん。この金棒を手にし始めてから急に逃げられなくなった。もしくはこいつらが強すぎるか。帰れお前、もう大して持ってねえんだから。テンテンテルテルテテテ、早く敵出てくれ、強い敵。もういいや、もう強い弱いにかかわらずもうぶっ放すこいつら。そう、稲妻だ。六角でよかった、ぶち込め。41、さすがだな。金棒六角はやばいぞ。もういいところしかないからね。金棒六角でもうお互いの悪いところ全部なくなっちゃってるから、そんなことあっていいの。何か裏があるんじゃないだろうか。
使いすぎることで金棒六角に頼り、だんだんその人自身の価値が下がっていくとは、そういうデメリットしかねえよ。じゃあ使うわ、ガンガン使わせてもらう。心の美しさが失われるとかだろ、この戦略の欠点。じゃあ使うわ。あ、こっち殴っていいんだっけ、普通に金棒で殴り倒せよ。あら、なんか弱いじゃん。てか、もう次に行けんじゃね、これ。もう行くか。飽きたわ。まあ飽きたわ、もう。これ、でももうなんか行かない方がいいと思う。カイロってあったよなって。まあ、カイロがないと、エゾオオカミ。あ、全然行けるわ。なんだお前。全然効かねえ。じゃあ六角でいいよ。ドゥ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 。20だぞ、20。なんだ、まあでも18か。このゲームにしては。頼む、町来てくれ。間違いないと俺死んじゃうよ。死んじゃうよ、エゾオオカミに食い殺されちゃう。なんで何事も。何も言わずに先制してくんな、お前。当たり前のように。やった、見たか今。化けひょうたん。ここは六角だ。もう、これ倒さないと俺が死ぬぞ。で、次、金丹使っちゃダメ、おそらく。これ金丹使ったら六角使えなくなるぞ。六角使えなかったらまた逃げられなくなって死ぬぞ。やった、戦略分かった。ついにここまで来たんだ。てか全然雪降ってねえな。3年前ブラタというエバったやつがおってのそいつは今ダストマンステージを、そいつはその後ダストマンステージをとんでもないステージに仕上げた。許すわけにはいかん。もう取れなこう。ああ、でも、インフレについていけてねえよ。お前もっと高くしてもいいよ。とは言わない、俺。甘んじる、この値段に。この村は15段で来いとな。今15段でない。早く来すぎたよ。そこまで上げるやつおるか。青たれ。豪雪地帯の鬼は獣は17段の牛しどれた。装備を固めることだ。仙人の中におにぎりの好きな仙人がおるそうじゃん。なんでその30両のやつ大したことねえな。まあ、そのおにぎりの好きな仙人は23段ぐらいで倒せないとか。もうそんなレベル上げしてられないよ。じゃあ心の数もっとくれよ、お前。溜まってたものが紛失したよ、今。なんでそんな15とか17とか言うんだったら、いつまでも8とかなのに。溜まっていたものが紛失した。テナント多いね、ここら辺。アイトルさん全て頭ぶつけてしまって漢字持ってきゃいかんですよ。てかお前ここら辺のやつと渡り合えるのか、おい。なんで渡り合えてるの、そいつが。出ろ。あ、しかも2000両ぴったりだ。フォワード34。よし、じゃあちょっともうしばらくこれさ。しばらくこれさ。どうせナーフォーザワールドだろ、お前。橋の向こうの地蔵丼は元気かのう。うっせえ、ナーフォーザワールド。メタロウはでかい図体で橋の中で寝る癖があっても。あっそう。まだ誰もいねえじゃん、ここは。お前か、突き落とせ、こいつ。なんでそんなところで寝てるんだ、お前。メタロウだからな。ナーホーザワールド、ナーホーザワールド。お前に何か悲しいことがあった時に、ナーホーザワールド、ナーホーザワールドって言ってやるからな。ナーホーザワールド。茶化してやる、それ。そしたら俺は怒られるだろうな。しんすけふざけるなよ。空気を読んでくれ。うずきの脳、さつきの脳、ひるいの剣、後ろの剣。たけー、何もできねえよ、俺も。ナーホーザワールド。ああ、わしも言ってみたかったのじゃ。ナーホーザワールド、ナーホーザワールド。お前に不幸、お前の身内に不幸があった時も、お前の前に出てきて言ってやる。ナーホーザワールド。やめろよ、しんすけ。今はそんなこと言ってる場合じゃないだろ。人の気持ちを考えてくれ。そういう風に言われるだろう。くそ、俺ばっかり。なあ。あっせ。限界まで釣り上げてきやがる、こいつは。
ドゥ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 もうちょっと出れねえよこっからじゃん。化け氷弾を殺していかないと。ドゥドゥドゥいいかなこれもう。化け氷弾で稼ぐ90両でもこうやったらね金かすたまらないのよ。うわもうダメだダメだもう戻らないともう戻らないとダメだもうダメだもうダメもう2回戦ったら限界。ドゥ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 あれえバカ。ちょっと今起きたこと整理しよう。あれ俺34稼いだっけ。増えてる。何か倍経験値倍になるアイテムとかある。いやそんなことはないはず。心の数1517。俺なんか日本狼とか倒したっけ。エゾ狼倒したか。会話が損傷してただけか。ちょっと左上見てよ。1517。7。ああ、別に。なんだよ。増えたと思ったのに。てか、もう、おいしくねえわ、ここ。バゲオータン。狼と変わんねえじゃねえか、お前、おおむね。意味がわからない、ほんとに。なんでこれ、別に強くなっただけで何も変わんないじゃん、こんなの。おかしいさすがにこれ。ネズミ狼時代から何が変わってんだよこれ。ドブネズミ狼時代から何も変わってねえよ。ドブネズミ狼時代から 何一つとして進歩なし。たまらんわそんなことされたらもうたまりません。おおどんどん吸い取られていってるこいつに。やばいよ全然たまんないよこんなの。もう早くこんなの抜け出さないと。もう今日こそ俺寝太郎の村に抜け出す。まだスズメの宿の方がよかった。あっち80両でしかも100個とか出てくるじゃん。おこいつ殴り倒せ。エゾオオカミはいける。ちょエゾオ無理だ。でもこいつ弱いから逃げよう。よしこれでいける。逃げろ逃げろ逃げろ。化け氷弾火力ありすぎて逃げれないけど、この氷も怖いからまだいかない。すげえダメージ食らいそう。頼む頼む。でもこれそろそろいいかな。よしこいつ心の数くれるからこいつで稼ごう。よしよしいけるいける。なんとか脱したな。あの地獄寝太郎の村という地獄から。よしここがいいんだよな。まあうめえわ。それとも浦島の村がいいんかな。あそこ浦島はそんな悪くねえよな言うて。もう邪気とかさ。邪気とか殴る。殴った方がいい気がしてきたな邪気を。別に白虎とかだってさ六角を使って宿に泊まる時間があるからね。あの宿の時間が意外と来るね。おこれでいいや。これでいいじゃん。これで日本狼の雑魚だしさ。ここいいじゃん。いいじゃん。これでいいよ。変わんねえよ別に。化け氷弾の原子変わんねえよ。よしじゃあ今日の目標、5000両。5000両で。でも中途半端な装備買っても意味なくね。もうすげえ声だったな今。ハスキーボイスになってきてる。おお活発ねえな。カッパの攻撃でも3しか食らわないようになった。そういや俺前回ボグ買ったんだったな。弥生の道意外と仕事してんだな弥生の道。そういえばそういえばな。硬くなったよな一回り。80から85なんでさ変わんねえじゃん別に。大して変わんねえよ。カレーに七味唐辛子をちょっと一振りかけたぐらいのあれだろ上昇っぷりだろ。大して変わんねえよそんなのって思ってたけど意外と変わってる。ちょうどゲームバランスがシーソーになってるところに物をコトッと置いたらこうシーソー傾いた。なんだ取られたもの取られてたんだ。なんだい
ちょうどこの戦略のバランスが傾いた。あの弥生の道、弥生の道ええぞ。てか5000両無理だもん、絶対5000両は無理。レベル上げよう、14段にしよう。トルネコが言うには15段あればあそこはいけるらしいからあ、そうか、段も上がったの。そうそうそう、段上がったの。段が上がって弥生の銅手にしたからな。待てよ、83だよな。あ、弥生の銅だよな。あれ、さらぎの銅じゃねえの。あ、そうか、弥生の銅か。そうそう、レベル上がって弥生の銅を手にしたからここまで強くなったんだ。そうか、強くなるんだな、ちゃんと。ならんかと思ってた。え、こっち逃げる、ひょっとして。逃げることある、これ。蜘蛛の糸盗まれたんだけど。だって意味ねえよな、だって意味ねえよな、これ。逃げたらもちろんなくなるだろうけど、取って後で返すんだったら意味ねえじゃん、一旦無駄にしただけで。むしろラッキーだろ。いいよお前は、戦う気がしねえ。デン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 、出たぞ、ガンツが送り込んできた。四角、黒服は俺たちがやる。黒服の連中は俺たちが殺す。桃太郎星人対馬鬼、黒玉の連中は俺たちがやる。なんなんだよこいつら、ガンツスーツに身を包んだ馬鬼、あまりにも強すぎる。桃太郎星人隊、馬鬼ダメだ、俺は狩られるぞこいつらに。やったぜ、黒玉の連中俺たちが皆殺しにする。なんなんだよ桃太郎は。後の作品にも多大なる、後の SS 作品にも多大なる影響を残していってる。いけないぞ、15から2まで幅広いね、幅広いぜ。ちょっとてか、お前鎧はいいけど、お前その首の周りのモコモコは何だよそれは。発達してるな、あれが鎧。鎧っていうかそれ、首の周りのモコモコだよ。ワンワン、おい16、もう犬の方がもうつなげろって言ってるよ。犬がカズヤになってる。ドゥ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 。見えない敵を送り込んでくる何者かが。やった、これ隠れ身のうまいな、200だわ多分隠れ身のって。じゃあこの隠れ身の上れば5000に到達する。で次はもうね、火力は十分あるから防御だな、やっぱ。いやじゃあどっちだ、どっちとも言えないんだ今。結構防御もあるよね今、言うて。だから火力かな。てかね、武器を買いたいわ、このなんか怪しいんだよな、カナを。強いんだけど今んとこ別にいいんだけど、なんか一つ怪しい、この棒。できればちゃんと正規の武器に、正規の仕事をしたい、俺も。怪しい仕事じゃなくて、そういう気持ちあるんだよ俺だって。とりあえずじゃあ次はあれだな、白虎の刀だな。白虎だっけ、まあ、あとは5000の刀あろうか。アローカーゼ、
でも教授無理だなこれ。なかなかもう高いんだよ。なんであんな物価高いんだよ。到底無理だ1万なんて。やっと3000だ。だって今日始まった時に2000だったんだぞ。考えてみてくれ。5000なんて無理だ。一旦金太郎のぐらい戻ろうかな。見たくなってきた。あの経験値次までいくらか結構倒したもんね。気になるわ。でもねそんなに遠くないはず。経験値次の結構早くなるはず。しかも気になる。指針が欲しいわ。俺はとんでもないことをしてしまったのかな。この村に。あの金の鬼が、あの金の鬼、今思えばあと204かよ。今思えばあの金の鬼、あいつこそがこの村を正しく統治していたのかもしれない。金の鬼という枷がいなくなり、この村はだらけ切ってしまった。改革者が必要だった。隠れ蓑売るわ。馬鬼から巻き上げた。キサラギの道。よし。あとちょっとじゃん。あとちょっとのところまで来てるじゃん。あと1000じゃん。じゃあ行くわ。稼ぐわもう。よし、これちょっとこれはやる気出るな。がぜん。てか蜘蛛の人もいるか。だって死ねばいいじゃん。蜘蛛の人なくても洞窟から出るには。なあ、死ねばいいよな、もう。クモの糸売るか。クモの糸を売ろう。少しでも近づく。5000人。クモの糸だ。いらん。やっぱ売らなきゃよかったな。80回だった。80だったら持っとくわ。俺がこの村を腐らせてしまった。すまん、金の鬼。あいつこそが正しく統治していたんだ。いなくなってから気づいたよ。ドゥ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 。あと行く。頑張るぞ。哀れ。もう銀の鬼で俺に太刀打ちすることはできない。どうしよう、ネタロの村行く？いやまだだな。金を貯め切ってから行こう。あそこ金がたまんねえんだよ。ジャギアうめえ。ダメージはめっちゃ上がってんな。26ってワンパンで。こいつもそこそこ硬かったからな最初。にも思えばジャギをこんなに簡単に倒せるようになってる。これ百歩とかもいけるんじゃん。別に殴りでいけるよな。いくか。ね、この数は1920ぐらいになれば次のレベルにある。よし、目標が見えてきたな。白熊。思い上がっていた俺は。白熊のパワーを忘れていた。あまりのパワーに腰を脱がすかと思った。すげえ。でも白熊すごい。どうするか、どっちがいい。いや、馬鬼を出るから、馬鬼出るから下行こう。ちょ、白熊が操作してくれない。もういいよ、じゃあ六角使うよ、今回は。白熊の回。ドゥドゥ。ドゥル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 。危険すぎるだろ、ここ。白熊が大量に生息している。いいぞ。白熊でかなり加速したな。白熊狩りでいいぞ。あとちょっとだ。終わりが見えてきた。
考えに見てくれ、レベルアップと武器の強化がいっぺんに行われるんだぞ。考えてみてほしい。二重に強くなるということだ。俺はあの島、いや白熊で行こう。白熊愛する俺は。白虎、もう熊に白虎に、危険すぎるぜここは。よしいいぞ。そうだな、レベル重視だな、心よりも。うん、心重視だ。心重視、レベル重視。見ろ、爆速で心が溜まっていく。これが白クマ、すげえぜ。さあ、あと4白クマ、5白クマか。なんという荒行桃太郎、そしていつの間にか8歳になってる。8歳で白熊白虎と渡り合う桃太郎。わーい、え、嘘や。はさくまー、混乱状態にある。もう何も考えられない俺は。もう何も考えられない。今変な人に声かけられたらついてくる。何も考えられなくなってる。でも俺には一つの支えがある。まだ心の数という一つの支え。死んだような顔で狩るわ、鎧とかよ。いいよお前、本当に軽減値すら持ってねえ。対して結果なんだよ。逃げた瞬間エンカウントするって。逃げた瞬間エンカウント、先制攻撃死亡だよ。人が昇進の時にいきなり矢をこいて俺の刀を落としていく。イタチ、死んでくれ。もうここら死んでますもん。心が死んでる、弱ってる俺に透明の馬鬼を、透明の馬鬼をよこす謎の組織が、ひどい奴らだ。どんな気分になると思う、佐久間さん。人が落ち込んでる時に考えてみてほしい。失恋で落ち込ん、振られて失恋で落ち込んでる人が道の帰りに透明な馬鬼に襲われたらどんな気持ちになるか考えてみてほしい。そこんとこ人の気持ちの分かる人間になってほしい。人が落ち込んでる時にイタチが部屋を越えて刀を落とす、そんなことをする大人にはなってほしくない俺は。しかし心の数はあとちょっとだな。もうちょっとだ、頑張るぞ。ここ13500もぐらいまで来ればもう一回やり直そうという気分になるから、そこまでは死んだ顔で、死んだ目であげるわ。そこまではもう心を殺していく。
技の数と体力の数。これよく覚えてないな。まあ4ずつ上がってるだろ、これ4か3ぐらい。おし、まあまあ持ち直した。でこれで白虎と殴り合いになるかな。ならねえか、さすがに。まあでも白虎殺していくわ。どうよ、たまに殴り倒した。お、これいけんじゃない、これいけんじゃない、あ、いけるかも。おお、おお、白くんは殴り倒した。なんでたったレベル1上がっただけじゃん。あ、でもそっか、体力が増えて防御が増えて攻撃が増えたから。でこれ1対1じゃん、基本的に複数いるわけじゃないんだよ。だからダイレクトなのよ。熱いよ俺今、すごい熱く語るけど、1対1だからレベルが上がった時の差のつけ方全然違うんだ。そっか、そうなんだ、それがサクマ式なんだ。でも俺さ、パーティープレイのやつやじゃん基本的に。だからこんなん全然上がってねえと思うけど、でも1対1だから体力、力、防御が全部上がったらものすごく変わるんだ。俺はそのことに今は気づいた。すげえ、パーティープレイのやつしかやってこなかったから全然そこら辺の感覚なかったわ。すげえ、こんなに変わるんだ。まあでも忘れてないぞ。逃げたと思ったら、その逃げたその次の瞬間にインカウントして殺された。これは語り継いでいかなきゃならない。絶対に許さない。もう白熊の死体がこれに、白熊の死体多分通れなくなるぞ。と死刑に影響が出てくるぞ多分。しかもなんで桃太郎毎回、え、これおかしくない？気の緩みが、もうダメだ俺は、もう俺はダメだ。